1969年の夏、二十歳になろうとしていた僕はその時恋をしていて、その恋はひどくややこしい場所に僕を運び込んでいた。だって直子は僕のことを愛してさえいなかったから。ねえ渡辺君、私が今何したがってるか分かる？東京で誰かに会ってるの？その時は私に話してね。好きな人いる？いるよ。この曲を聴くと深い森の中で迷ってるような気分になるの。愛するものをなくした悲しみを癒すことはできない。悲しみを悲しみ抜いて、そこから何かを学び取ることしか僕らにはできない。